やっちゃうよ、ライドです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、ファブゲーミングのラット選手と、昨日ね、ミラティブで20戦やったんですよね。そう、まあ、ミラティブでやったっていうぐらい、まあ、あれですね、ミラティブはまあおまけみたいな感じで、俺の練習に付き合ってって言って、で、ラットがいいよって言ってくれたんで、昨日ね、夜1時ぐらいかな、まで、2時間ぐらい、ね、やってて、そう。で、ラットが20戦ぐらい付き合ってくれて、それをね、ちょうど10勝10敗だったんですよね。そう。なんで、まあ、それのね、リップ解説、まあ、前半、今回の動画で3本と、次の動画で3本か4本ぐらい、まあ、を解説していこうかなと思います。ということで、お互い30Cを使うんで、俺は昨日はその練習して、大型をね、主にちょっと練習、ラバだとかゴレだとかを練習していて、まあそれでお互いね、でも 30C 使いっていうのがあって、本当に割合で言ったら多分2試合に1回ぐらいか、多分3試合に1回とかがもう 30C が出てきたんですね。どっちかが使うみたいな感じで。なんで 30C の割合がちょっと多めになっちゃうけど、まあそこは許してくださいって感じで。まあ早速、まあ自分のラバ対、あれですね。で、これだと、フレバトってクラにリップ貼れないんで勝敗が分かっちゃうんですよ。なんでこうやって下からだんだんこうやってスクロールしていく感じにすれば、勝敗が見えないんで、とりあえずこれで、やっていこうかなと思います。ということで、ちゃんと勝ちリップと負けリップ両方出すんで、まあそんな感じでいきたいと思います。ということで、1本目。ですね、まあ最初相手の初手はちょっと渋くて、あれなんですよね。リポンが置けないんですよ。なんで俺もちょっと待ってって感じですね。相手の、で俺は初手にラバーあるから自分から動く必要なくて、相手の初手を見てからゆっくりカードを切るって感じですね。で、まあこれは前にラバー付け足すかポイズン打つかの2択で、まあポイズン打つって感じですね。ですね。感じですね。OK。で、まあこれでいい感じですね。ちょっと。はまった。で、これで、まあ、何かしらね、前につけてきても、この後ろ目からね、インドラ出すこと、ライドラか、出すことによって、まあ、その処理した後、カウンターに迎えると。で、ここで絶対囲まれ来ると思って、こうやってバーって今、ベビドラを端前に連打してるんですけど、危なかったね。これも、まあ、これもベビドラがめちゃくちゃ優秀なんですよ。この後の動きがね、やばくて。これまず、突進止める。はい、行こうとしてまた戻る。戻って、ちゃんと処理をしてからまた向かうという感じで、ガゴムレいない時のこのね、体力を残したベビドラが多分無双するんですよね。うん。で、とりあえずこれで相手は防ぐもんがないんで、これでザップ切ってからのですかね。まあまあまあ、という感じで、もう一発入れると。で、相手はアイゴレ切ったんで、これの受けが穴掘りしかいないんですよね。タルババの受けが。で、ザップも切ったんで、ザップ打つことすらできなくて、これは無視してエリポンかなって感じだと思って、アンホリーをね、構えてるんですけど、相手は今、やばい、鼻がむずむずする。ギャングを切ったんですよね。ギャングを切ったんで、エリポンをね、簡単に、なんだろう、ポイズン打つだけじゃ、やっぱアドが取れないんで、ここはギャング切ったんで、積極的にアンホリー飛ばしちゃっていいですね。で、この2体は無視して、で、手札にライドラ持ってるんで、逆サイ攻められても、ライドラで守れるよって感じですね。よいしょ。まあ、これは、正直相手はライドラを見てから足すのやめました、ね、ユニット。うん。で、これでポイズンを打っていって、そうですね。で、まあ、ユニット先に、これ、はい。先にメガゴ足したのは理由があって、いや、もうガゴムレしかいないから、ベビドラでええやみたいになると思うんですけど、こういう、なんだろう。先にメガゴを出すことによって、メガゴを止めるために、なんだろう、アイゴレなり、まあ今アイゴレ切ったからもういないんですけど、アイゴレがいないってなると、そのね、ギャングまたは、ガゴムレしかいないんですよ。で、ギャングは、言うて空に対しては弱いんで5体いるんですけど、時間稼ぎはできるけど、言うてベビドラを、メガゴをね、殺すまでには至らないんですよね。なんで、ここでガゴムレを出すしかない。止めるにはね。かなと思って先にこうやって出してあげて穴掘りまで飛ばして、こういうタイミングでフォンってね、そうベビドラをね、絶対ガゴムレを出すと思うんで、後から出してあげることによって、こうやってもう一回受けてカウンターができると。まあこれ全部ちょっとあっちに座れちゃったんですけど、でこれを端前に足していき、
ラバーを足してね、で相手はガゴムレ回ってるけど、正直これにはガゴムレ出す気にはなれんじゃろうって感じ でとりあえずポイズン打っていって、こっちも1000なんでね、残りなんで、もうこれを落とさなきゃいけない。タルババで延命してからの穴掘りを飛ばしていき、はい、もう裏も表もどっこいしょで、まあまあまあ2本折って GG という感じで、まあとりあえずね1本、まあ、勝ちですね。ちょっとやばい、鼻がムズムズしてる。俺もう鼻かんでから動画撮ってるのに鼻がムズムズするんですよ。ちょっと許してください。ほんとにガチ鼻がムズムズする。もうマジでなんかこの季節もうやばい、マジやばい。よいしょ、ってことで1本目終わりですね。はいと、次がなんだっけな、ゴレ対ラバ、これですね。慎重にやっていかないと勝敗が見えちゃうんで、やっぱ見えてない方が面白いじゃないですか。そうですね、うん、とりあえず俺はこれラバが見えてないんで、ちょっと待って、相手が動いてこなかったら動くって感じですね。ラバ持って、相手が大型持ってて自分が持ってない時に2倍入ってドーンって後ろから大型出された時に何もできなくなっちゃうんですよね。そうなんで、こういう時はちょっと待つけど、まあ、2分とか残り2分とかになったらちょっと目が起きて手札回して手元に大型がある状態で1本を迎えたいなって個人的には思いますね。まあ俺は大型マスターじゃないんで待ってもいいよって言うかもしれないですね、大型マスターは。なんで俺なりの考えですね、俺なりの考えは、自分の中の大型がいない時は手札を回します。かといって相手が軽いデッキかもしれないんで、もう普通基本的には待ちですね、待ちで、お互い大型だなってなったら動くって感じですね。んーですね、とりあえずベビードラですね。うん、でまあベビードラ切って、まあポイズンポイポイかな、ポイポイ打たない、ポイポイ打たないですね。ポイポイするのかなと思ったんですけどね。はーい、ということで、まあとりあえずまあここでケツラバかな、ケツラバか墓石、墓石を先に置く、墓石を先に置くってことはラバを出さずに守りますよって構えですね、これは。なんで、今回ラバを出さずにメガゴやなんやらかんやらで守るよっていう姿勢が見えますね、ライビジョーンズさんの。ってことでこれちょっと沼だったんですけど、守り方がもうラクネが離れすぎてマジでだるかったですね。なんか俺も防衛ポイズン打ちたいのに打てないしみたいな。でこれでなんかねコウモリが悪さしてるんですよね、一匹ので、ラバーを、ここのラバーやばくて、ベーン、光栄ラバー全部先行するからね。7入りギリギリで出したから、いけるかないけないかなって時にボーンって出すとこうなるんで注意してください。この試合もう一回やるんで注目っすね、そこもガチやばかったなこれ、うん、ベーンってやって、ベーンってやるんですよ本当に。でもう一回後ろからベビー切って、ここ確か守るんかな、守れないか、さすがに。やだやだーって感じですね、もう本当に。いやこれはきついんですよね、マジで全然守れなくて。はい、こう選ば、これやばいよな、本当にやばい。これベビドラで全部持ってかれるんですよね。はいって感じで、まあこう選ば、俺のこう選ば輝かなかったですね。でまあ普通に守られて GG という感じで、ちょっとこの試合やらかしましたね。まあゴレ VS ラバーを見せようと思ったんですけど、ちょっとやらかしが多かったですね。で、最後は、これかな、これよくある枯渇三銃士 VS、 まあさっきの立場逆転みたいな感じですね。これが自分が枯渇三銃士で、さっきはライラットが枯渇三銃士で自分がラバーだったんですけど、今度は逆ですね。まあ中身のカードは違えどって感じですね。で自分も今回は、まあ、初手リポンないんで、まあね、そんな感じですね。でとりあえず、ちょっと待ちからの相手切ってこねえなってなってから、しぶしぶアイゴレ切る感じかな。確かここでアイゴレ切ったと思う。つしゃん。切らねえな。めっちゃ待つやん。多分気が向いた、もう、待とうかな、とりあえずみたいになって、とりあえずメガゴと逆サイに流しつつ、
まあ、相手はライドラを出すという感じで、まあこれで3ステッパかな、まあですね、とりあえず3ステッパしていって、ここからどうしようかなって感じなんですよ。で、相手がラーバーを足してくるんですよね。まあだるかった。まあだるかったですね、これは。まあだるかったけど、うん、これで足止め。足止めして、ザップウチーの、はい、これ。アホみたいにね、アホみたいに削られるんですよ、これが。また。なんですけど、ここは一回ガゴムレを出したいけど出さずに、キングをたげってから出します。よいしょ。大体はね、エリフォンが来ると思っておしゃれなことをしてきたんですけど、まあそこには出さないんぞと。でもとりあえずこうやってきて、はい。で、穴掘りを飛ばしますと。ガラ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 とシャンという感じで飛ばしていって、でも相手は緊急メガボスね。で、まあ、削って、2位ぐらいかな。エリアと2位ぐらい取ったけど、まあ、ちょい渋かな。でも相手は、大型呪文しかない&、穴掘りしかね、いなかったんで、とりあえずここで、まあ、エリポン置いていきますと。相手はラバ。鉄ラバかな。うん。まあ、やっぱ2倍入ったらエリポンに呪文打つよりも、後ろからラバでゆっくり1本打った方がね、相手からしたら有効だと思うんで、ね、で、とりあえず、これをしていって、ちょっかいを出していこうかなって思ったんですけど、全然守れなかった。こっからのね、防衛をね、結構頑張ったんで見てほしいですね。で、ここで、まあ、工場でタゲを取ってからガゴムレ。で、まずベビドラですね、優先は。ベビドラを先に倒さんと始まんなんだね。なんだんだで、ね、で、これ守っていって、あの掘り来たっつって、はい。はい、ギャング。このね、一重視をね、全クルに守っていくと。で、ここで足しても、あれが来るんですけど、出しちゃったんか。お前ダメだな、それは。出しちゃ。ここで足しても絶対タルババ来る顔をしてたんで相手が。だから足しちゃダメなんですよ。ここでライトニングだから、待てよ。待てよ、ちょっとと思って、でもこれ無視して、ポンポキかな。うん。ポンポキかな、多分。俺なら置くはず。うんだよね。オッケーそうなんですよ。もう昨日20戦やったから、正確には覚えてないですよね、全試合。だからまあこんな感じやろうなって。感じやろうなって感じなんですけど。これマジやることなくてザップって手札回して、これも逆攻めりゃよかったですね、正直。うん、で、まあ、30周出すと。いう感じで、とりあえずこれで、穴掘りを出していき、平石に。平石にしていき、アイゴラを出していき、平石にしていく。もう少し離して出せば、ビリビリも当たんなかったんで、もう少し離して出したらよかったですね。で、ここはタルババがいないんで、とりあえず、はい。出さないと。いう感じで、とりあえずもう一回ポンキポンポンかな。いや、じゃあ、30周か。30周出していき、相手がラバ出したいけど、いや、これ出してもどうなんみたいな感じになりますね。で、平井心が相手は怖いんで、ライトニングを打つに打てないと。はい、打ったしさ、打ったしね。まあ、とりあえずこれでギャングで囲んでいったもにもかかわらず、全然突破できないという感じですね。まあ、これをまた多分30周で受けるんですよね、全部。ここは美味しくいただく。まあ、エリポン2つ立てたのもあって、割とここでなんか別にいい攻めもいい守りもしないのに、エリポンのアドが取れるっていう感じですね。で、とりあえず、まあ、こう逆行ったんかな、確か。こう逆行ったんだよね。そう、逆。もう、ラッチャーかねえなと思って逆攻めて、真ん中からギャング出して、はいはいはい。ここでね、真ん中ギャングにベビドラがタゲ取られて、あっちにタゲが行くんですよね。もうこうなったらジジイ、止まんないですね。でも、一マスケも殴りつつ、まあね、ガゴムレで、キング持たせるよ、みたいな構えを見せつつ、まあ、キング落として GG という感じで、まあね、片方のサイドだと、やっぱりベビドラ、ライドラ、どうやって攻めても、で、ミリ残りしてもね、マスケがミリ残りしても、タルババで全部、ズジャーンって持ってかれちゃうんですよ。神々だな。なんで、まあ、とりあえずね、こうやってやっていくと、逆をね、まあ、隙をついて、エリアドもね、4ぐらい取ってたんで、まあ、隙をついて逆攻めてあげると、今みたいにね、たまに通る時がありますよっていうビップですね。そういう感じで、まあ、とりあえず、まあ、そうですね。まあまあ、俺のチャンネルなんで、ちょっとね、俺の勝ち試合、解説することが多くなっちゃう。まあまあまあ、そういう日もあるよな、ということで、まあね、前半戦はこんな感じですね。で、後半10戦をまた、解説していこうかなと思うので、まあ、後半も期待してください。ということで、今日はこの辺で、お疲れ様でした。あ、ちょっと待って。
ちょっと待って、慣れてないから。俺さ、でもさ、ケンツにさ、俺これやった方がいいよって言われたんだけど、どう？どう？ちょいちょいどう？どう？って思う時があるね。なんですけど、まあ、ちょ、これで終わろうかな。ということで、いきます。